はい、というわけでお疲れ様です。バナードです。今回はソフビ。今回ちょっとソフトビニールフィギュアのご紹介でございまして、私のクリアブルーコレクションに新しい仲間が増えました。こちらです。じゃん。こちらはアンデッドゼリーでございまして、メーカーさんはこちらアートスタジオショットさんですね。のアンデッドゼリーソフトビニールトイメイドインジャパンということで、アートスタジオショットさんはですね、ゾンベアプチというね、僕が本当に最初の頃ですね、こう日本のインディーズソフビを知って間もない頃に、多分2体目に買ったソフビがゾンベアプチのクリアブルーだったんですけど、そのアートスタジオショットさんのこのアンデッドゼリーですね。これはね、本当これね、結構販売してからすごい時間経ってるんですけど、クラシックプリンっていうね、同じ形のレトロクラシックプリンみたいなカラーがあってね、それとめちゃくちゃずっと迷い続け、もう形を見た瞬間にね、このゼリーの形のやつ見て、あ、絶対これクリアブルーの欲しいと思ってたら、その後からですね、レトロプリンみたいな、クラシッププリンかな、なんかめちゃめちゃ色のいいプリンのやつが出て、それとかなりね迷ってるうちにめっちゃ時間経ってたみたいな感じで、でようやくね、やっぱりクリアブルーをね、あのワンナップさんの展示かな、展示販売のところで見てめちゃくちゃ綺麗だったんで、このクリアブルーはやっぱりちょっとゲットしないとなと思って、購入しました。ちょっと開けてみましょうかね。さあ、本体がこちら。あー、やっぱり綺麗。いや、ほんとね、いいクリアブルーでしょう、これ。ほんと。あ、この手の部分はね、稼働しますね。いや、これいいクリアブルーですよ、ほんとに。ちょっと立っててもらって。で、これもう一パーツね、これ、頭部のパーツが実はついております。これサクランボなしですね。クリームとサクランボなしの頭のパーツもついて、すごいお得ですよね。お得感半端ないソフビなんですけど、いや、かわいい。こちら本当に、そう、このね、首のところからこうドロリッチとろけてる感じ、アンデッドしてる感じもあってね、まあ、ゼリーの質感でちょっとドロリッチしてる感じですね。プリンのねカラーもめっちゃいいんですけど、やっぱこの綺麗なクリアブルーはね、ちょっと目を離せませんでした。どうでしょうこれやばいね。でね、そう、要注意ポイントとしてはこの、ね、説明事項にあったんですけど、このヘタが取れやすいんでね、気をつけて扱ってくださいということ で、せっかくなんで頭部パーツ変えてみましょうか。さくらんぼなしのちょっとやっぱクリーム、さくらんぼあった方が好きですね。アクセントというか差し色っぽい感じで赤が可愛いんで、まあ、これはこれでね、すごいシンプルで可愛い、ちょっと妖怪っぽい感じがしていいですけど、まあった方が可愛いですね。いやー、やっぱでもほんとね、クリアブルーって素敵な色ですよね。ほんとね、クリアブルーって素敵な色でございます。いいなー。でこのアンデッドゼリーに関してはね、ほんとこのワンナップさんとかの展示がすごいずるくてね、ほんと綺麗にね、カラー、アンデッドゼリーのピンクとかね、イエローとかもあるんですけど、綺麗にね、並んでるんですよね。めちゃめちゃ購買意欲をそそられる展示をしてて、もうあれを見ちゃうとね、やっぱりこう、欲しいというね、購買意欲が湧いちゃうっていうね。で、今回、ね、せっかくなんで、ちょっと私のこのクリアブルーコレクションをね、ちょっと最後にお届けしようと思ってます。いやー、ちょっと急にすごい爽やかなすごいことになっちゃいましたね。私の自宅にあるこうクリアブルーソフトビニールトイをちょっと集結させてみました。いやー、ちょっと一旦整列してもらおうかな。今ちょっとめちゃくちゃな感じなんで、ちょっとどうしようかなこれやばいっすよね。さあ、というわけで我が家のクリアブルーソフトビニールトイたちに集結していただきましたすごいことになっちゃいましたね。なんか清涼感がやばいですね。涼しい、急になんかすごいここが涼しくなりましたいいですね。やっぱね、クリアブルーはロマンなんですよね。もう本当に素晴らしい今回紹介したね、このアンデッドゼリーくんが一番新入りな感じなんですけど、
その同じアートスタジオショットさんのこのゾンベアプチですね。これは多分、人生で2つ目ですね、2個目に購入したソフビですね。で、あの記念すべき1個目のソフビもなんとクリアブルーでございました。この時からね、やっぱクリアブルーの、ソフトビニール製のトイフィギュアに関してすごい何か魅力をね、多分だいぶ感じたんですよね。それまではね、ブラインドボックスとかデザイナーズトイとかしか買ってなかったんですけど、この狼くんのクリアブルーを見て初めてね、やっぱその最初ね、狼くん今考えたらめちゃくちゃ安いんですけど、当時やっぱこれ1体ね5900円とかだったかな、あの当時は普通にちょっと迷うぐらいちょっと高いなって思ってました。まあその一般的な感覚ってのは今でもね忘れずにしっかりあの認識してるんですけど、当時やっぱ僕もねちょっと高いなって思ってたんですけど、購入したきっかけになったクリアブルーなんで、やっぱこの狼くんのこのゲームカラーブルーね、正式名称はゲームカラーブルーなんですけど、このクリアがもうめちゃくちゃ綺麗ですよね。本当にこれでまずやられました。でおそらくお次がこちらのサマジローですね。モモジローの、夏仕様のクリアブルーカラーですね。もうこれはもう結構決め打ちというか、もうリリースされた時からもう絶対買おうと決めていたぐらいね、それぐらい本当にもうこのもうねこのねファンキーギークさんもまたこれね、ちょっとこうメタリックなんかね、ほんのりこうメタルがかかったこの目からこの周りの感じとかね、すごいね、またこれも個性的なブルーなんですよね。もう普通のクリアブルーでは済ませないぞというこの感じ腕とか足とか比べると顔のクリアブルーがちょっとね若干のメタル味を感じるっていうね、これまた面白いクリアブルーですね。なんかめっちゃ分かったようなこと今喋ってますけど、違ったら本当にすいません。なんとなくちょっとメタルな感じがするんですけど、僕だけでしょうか。これも本当に個性的なクリアブルーでめちゃめちゃね、いいアイテムでございます。さあちょっと画面からもうすでにはみ出ているこの子なんですけど、こちらね、木内歯科医院会歯医者さんのソフビですね。歯医者さんが出してる、九歯のキューシーちゃんというソフビで、クアンタムカラーっていうね、あのフォールアウトに出てくるクアンタムヌカコーラクアンタムかな、モチーフにしたね色でございまして、これもめちゃくちゃお気に入り。とにかくね、サイズ感とこの顔でね、もうずっと存在感めちゃくちゃ放ってるソフビリでございます。これも超お気に入りな一品ですね。でもこれに関してはいつかちょっと白が欲しい。はい。でこちらクマトモちゃんです。アメさんのクマどもですね。クマどもソフビはね結構安くて3000円台とかで購入できたんですけど、これもねこのビニール東京さんでクマどもさんの個展の時にお土産で購入したソフビですね。これもピンクもねあるんですけど、僕はやっぱりまあクリアブルーを選びました。このシンプルな顔がめちゃくちゃ可愛いですね。ラインスタンプこれめっちゃ使ってます、クマどもさん。でこちらがセリート、南米の妖怪セリートですね。これワンフェスで購入したね、セイサルさんから購入したこちらのセリートですね。これはお守り的な感じで、もうね狛犬みたいな感じでこうね、あのオレンジのものも持ってるんですけど、2体ちょっと並んで置いてますね。これはもうクリアブルーも綺麗だし、このほのかにね雪のかかった感じもめっちゃ綺麗で、これもお気に入りな一品でございます。まあクリアブルーは本当に間違いないということがわかりますね。はい。さあというわけで、今回は新しいソフトビニールフィギュアのご紹介、アートスタジオショットさんのアンデッドゼリーでございました。本当にこの綺麗なクリアブルーをぜひ皆さんもね堪能してみてはいかがでしょう。クリアブルーがね本当にもうマジでロマン本当におすすめです。実際にね見たりして、あのぜひお店とかで見かけてみてください。ただこのアンデッドゼリーのこの形のシリーズに関しては、あのクラシックななんかレトロプリンかな、レトロプリンみたいなカラーがあれもマッチで可愛いんで、よかったら見てみてくださいそのうち僕買っちゃうかもしれないんですけど。いや、というわけでご視聴いただきありがとうございました。またぜひ、ね、遊びに来ていただけたら嬉しいです。まあ、こんな感じでちょっとゆるく動画日記更新してますので、また遊びに来てください。はい、というわけでご視聴いただきありがとうございました。さよなら。 Thank you.
さあというわけでお疲れ様です。バーナードです。今日は上野に、ちょっとこの上野文化会館でお仕事がありまして、もうお昼食べてちょっとフリータイムって感じですね。いやー、やっぱ春の上野はいいですね。お花見シーズン前ですが、もうすでにこれ今平日のお昼なんですが、めちゃくちゃ賑わってるこの上野の公園口ですね。立派な建物でございまして、この2階にレストランのね、西洋軒あるんですけど、そうここですね。実は私学生の頃、短期間バイトしておりました。西洋軒ね。向かってこちらが上野駅、とても綺麗な駅ですね。公園口の駅は改装されてからめちゃくちゃ綺麗になって、かなりおしゃれな駅になっております。ただ私が向かうのは、動物園でも文化会館でもなく、山城屋でございます。まあ、上野にせっかく仕事に来ているんであれば、山城はやっぱり寄っていかなきゃいけないですね。ちょうど今中高生ぐらいの学生さんたちが春休みですかね、あとは卒業旅行とかでいろんなお出かけをしているわけなんですけど、僕が向かうこの山城屋さんの方のエリアは京成線の上野の方のエリアなんですけど、どっちかというとちょっとカルチャータウンというか、あまり観光客お客様というよりかは、まあ、サブカルタウンみたいなところがあるんで、まあ、僕は今からそっち側の駅に向かおうとしてるわけですね。いやー、もうすっかり春でございます。まあ、ちょっと悲しい出来事としては、この上野駅のビニール上野というね、ビニール東京系列のお店がこう終了してしまったというね。なので上野の駅の中でどこか行くっていうのがちょっと難しくなったんで、上野に出張に来た時は山城屋ぐらいですかね、回れるところが。そんな感じで、さあこの上野駅の、歩道橋ロータリー抜けていくと見えてきました、山城屋ですね。あの奥にあるのが山城屋です。ヨドバシカメラと丸井のちょうど間のあたりで、グレープブレインのレイジさんのイベントがあったりとか、いろいろねご縁のあるショップです。ここが山城屋ですね。これがもうフロア上まで全部おもちゃ屋さんでございます。ガチャが1階はすごい、ガチャがめっちゃ強化されてますね。じゃあお買い物、お買い物はちょっと見るだけ中見てきます。